はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、第12回かな、やっていきたいと思います。で、クリスタルタワーに行けるようになって、まあどうしようかなと、まあ選択肢としては前回最後にオーディンを倒して、まあ、1回エウレカに向かってから召喚獣を回収しようかなと思ったんですけれども、まあ先にちょっと召喚獣を取ってで、まあ、取れるか分かんないですけど、バハムートとか倒せるか分かんないから、まあ、一応そっちのイベントをこなしてからエウレカに進んでいこうかなと思います。で、あと残ってるのはリヴァイアさんとバハムートで、リヴァイアさんはこいつで、ここは浮遊大陸ですね。浮遊大陸のドールの湖を進んでいく形になります。バックアタック回、あとこのエビは寝るのか、け700、ちょ前衛にいるからな。後衛で攻撃をしつつで、こいつら多分三高とかに弱いよね。で、防御しとこう、まあ、300、400、500くらい。ナンバー3が寝なければ大丈夫。防御で244、もう一発耐えられるな。で、三高で、三高自体はちょっとリヴァイアさんにも取っておきたいので、まあ、4回くらい残りになったらサンダーランに切り替えていきますか。まあ、ハイポーションでどんどん回復していきましょう。で、宝箱があって4つ、フェニックス、北極、神々、大地、ウロボロス、全切りで、サンダガを全体で、ボーユリア、もうこれであとはオートバトルでやっていこう。サンダガチャなくて、全切りが挟むからサンダラで良さそうだな。まあでも魔人はかなり魔法のマジックパワー回数が多いんで大丈夫だとは思うけど、また宝箱4つ並んでね、ハイポハイポハイポエリクサー、最後だけいいのがあった。まあ、ハイポーションも使うじゃ使うけどね、別に。あれ、ちょっと待って、ナンバー4なんで石になってんの、マジか。石でも経験値は入るからね。まあいいや、この戦闘が終わったら直してやろう。サンダラの出番なかったな。で、ここはちょっと金の配置直しちゃおう、いっぱいあるし。で、上に宝箱があるんで取って、白の香りってなんだっけ、ホーリーか、なんだっけっていうか初めてか、シーライオン。だ、本当はナンバーワンもね、空手家にして、なんか全体全体全体で攻撃するのがなんか一番効率が良さそうだけど、ここの敵そんな強くないな。リヴァイアさんってもしかして、げっ、イージスの盾だ。あ、そっか、盾は別にいらねえんだ。ラミアの鱗、バッカスの竹、亀の甲羅、割と早めに来ても問題ないところなのか、まあ、言っちゃえばインビジブルを手に入れたところで折れるんで、まあ、オールインとかはね結構楽勝だったからね。全てかこれで大丈夫、打ち漏らしを倒す。で、ハイポでいいや、一回隠しよう。3回、これは上に宝箱があるね。ミニマップマジで役立つ。ブラックホール、多分デジョンだな。トールハンマー、トールハンマーっていうのは、え、どこだ、トリントンハンマーだし、一回ステイトンしよう。で、武器のとこ、え、ハンマーってでももしかして使うやつとか、いや、そうじゃないの、武器だな。トールハンマーあった、3個も持ってるし、いつの間に。リフレクトメール、リフレクトメールってもう一回一回見るから、リフレクの効果があるんだっけ、反射の名、いえ、リフレクの効果なさそっけ。またバックアタック、しかも変な一足二着みたいなのができた。いや、このままゴリ押す。前撃可能、サンダラでいけるか、さすがにないとは簡単な、光栄にいるから。
なんか石になってなかった。ダメージ的にね、やっぱ結構食らっちゃったりするんで、黒の香り回復はしておく。で、下にも宝箱、レモナ3体全切り、2体うちの回しか、石って別に死なないんだ。まあ動けなくなるからね、強いは強いけど、ここはいろいろ戦闘で使うアイテムが多いね。シーライオン全切り、なんか絶対1匹打ち戻すんだけど、それはなぜ。あ、リヴァイアさんがいる。これさ、いつ戦闘になるかよく分かんないからね、早めに回復をしておいて、なんか勝手に進み出すから。正面に立つ前にしよう。あ、大丈夫だ、離さない限りは。リヴァイアさん、光るあるものにしか力を貸さん、試してやろう。襲ってきた、強引だな。で、戦う、で、サンダガだな。で、まあ、エアルカ使おう。津波、これでどれだけ減るか。先行して回復しておいてもよかったけど、まあまだ一発は耐えられる。1100990、2800、マジで強い。攻撃があんまり通らない。頼みはやっぱりサンダガだな。で、回復はもうちょっと押しまず行こう。そんなに長期戦にはならないでしょう。サンダガを連発すれば、津波大丈夫。1回攻撃の津波である限りは回復が間に合うんで。で、まあ同じやるか、蹴散らない。ここはほら、いけ、大丈夫。後手に回ったけど、ケアルガで持ち直せる。全開するかって言われたらちょっとあれだけど、まあほぼ全開だね。2発連続で食らっても全員が耐えられるんで、ケアルガもまだまだ全然8回使えるから、このパターンであれば全然いけるな。いや、ちょっと体力あるな、思ってたよりある。けど倒した。あとはバームートのメガフレアに耐えられるかっていうとこだよね。15000、それなりの経験点だ。召喚魔法とかまだ一回も使ってないから。リヴァイア、よし、次はバームート。ここはテレポで出ます。いなくなった。で、インビシブルでちょっとハイポーション買い足して、あ、間違えた、寝よう。でね、バハムートはメガフレアリフレクで反射できたと思うんだけど、作品によっては反射できないんだよね。そこがね、仕様がどうなってるか。ではバハムートのいるところへ向かいましょう。ここだったけど、ここか、あれ違う、ここじゃないな。ここはトーザス、ここか、あれどっから行くんだ。越えられる、越えらんねえな。あれどうすんだっけ、やっぱりこっちか。ここで降りて、降りられん。で、洞窟に入って、あ、バハムートの洞窟だね。宝箱、神々の怒り、大地のドラム。で、戦う前儀、まあサンダガでいくか。効くかって言われたらちょっと微妙だけど、で
ないとはでもやっぱり硬い。うん、まあ線当たれば上等でしょう。フェニックス北極でまた同じ。やばい、魔人後ろにいてもそれなりに食らうな。8回と300か。こまめな回復は必要で、ハイポーション、ちょっとマックスで持ってたから多分手に入んなかったよね。地下2階、ライガーサーベル、まあ剣士は相変わらずの防御力だな。やべ、集中攻撃が死ぬ。ただレベルがどんどん上がっていく。まあレベルが上がってくれればエウレカが楽になるんで。ゴーレムの杖、これは白魔導士っていうかどうしようだな。翼竜3体、打ち漏らし、全切りじゃ絶対全員倒せないんです。バッカス、ラミア多いな最近。カーメの甲羅、チョコボの怒り、ライガーサーベル、地下3階、宝箱3つ、フェニックス、黒虎鉄がある。あれでも虎鉄ってもう別に微妙だよね。聞く一文字より弱いし。エリクサー、エリクサー結構手に入るよな。バハムートの声、見事私を倒してみよう。なんでバハムートの声って分かったんだ。ちょっとね、ハイポーションで回復で、リフレク貼れるっけ。あれ、リフレクがない、覚えさせなかったっけ、てか買わなかったっけ。ない、リフレク覚えてねえんだけど。アイテムのやつ使っちゃったよね。だってフレア、ドレイン、ちょっとチョコボの行くってフレアなの。デス、ドレイン、デジョン、ロデス、サンダーバ、クイック、フリザバ、シェイド、コンフィ、ヘイスト、タイラ、サンダラ、ある場所で使うと。ダメだ、ない、真っ向勝負で行くしかない。メガフレア耐えきれるかで、ちょっとバッカス使おう。何個あったっけ、5個か、全然いける。で無属性でいこう、バイオで効くかどうかかは、あ、ちょっと待って、クロティスかけておこう。火力的にはクロ魔法強いから、あの FF3 はプロテスで魔法の防御力も高められるんで、シェルっていうのが確かなかったはず。プロテスで来たー、いきなり、かっこいい、弱い、思ってたよりは弱かった。これプロテスあれば結構いけんな。でバイオいくつだったっけ、ちょっとあと見てなかった。ただ回復は惜しまない。1952年、よし、これで全開になったから600メガフレア、こいつはもうメガフレアの連発かな。テック食らうのか、まあ、でも2発は耐えられんな。1800、まあ悪くないね、全然。あとはもう消耗戦だから、ケアルガがなくなるのが早いか、バハムートのヒットポイントがなくなるのが早いか。魔剣士強い、やっぱり攻撃力は強い。バイオも安定している。ナイトはやっぱりちょっと攻撃っていうよりは少し防御向きだよね。ペーストを使ってこれだもんな。さっきやるか、まだまだ6回使えるからね。まあ、ヒットポイント具合から思うにそこまですごいヒットポイントがあるわけじゃないんで、この火力だったら魔法が尽きる前に、ぐー300とか弱え。どうする、まあ、自分をケアルダで回復しておこう。いや、全体にしとこう。なんとなくメガフレアが先に来るかもしれないから、そうなった時のために5点、まあ、ケアルダが早いよね。でメガフレア、で戦う。
バイオ、まあ一緒でちょっとケアルガに切り替えて13匹。あー1000食らうことはないから、今までの傾向としてケアルガで持ち直せる。全開にはならないけど、ダメージ量より回復量の方が多いから。さてバイオでケアルガ、あと4回か、なんだかんだであと4回か。でももうそろそろでしょう。ほらこれで召喚魔法は全部揃いましたね。全然使ってないけど、せっかくだから魔界原始の合体の方の召喚魔法全部見てみますか。バハムル入手。テレポ使うとこっちに出てくんのかよ。マジかこれ。歩いて帰れってこと？じゃあせっかくなんで1個ずつ使っていきますか。召喚魔法全部覚えさせました。レベル1チョコエスケープ400とか結構食らうな。いや負けしつえ、やめて、あんまり集中攻撃しないで。チョコボキック246。まあこれはね別に弱いよね。じゃあ次アイス。この戦闘中に使えるかって言われたら使えなかったけど、グレートロボスでアイス。これはシブア。ダイヤモンドダスト全体かな。これは全体だね。800。まあレベル2って考えればどうなんだろう。ガッ必死になった。ひどい。お前も石にしてやる。ヨークリュで、スパルクはラーム。さばきのイカズチ。お強いじゃん。これヨークリュとか飛んでるけどさ、タイタンとか効くのかな。まあ、次はイフリートだけど。地獄の火炎。おいいねいいね。てか単に弱点が多いだけか。あいつ魔法耐性が弱いのか。翼竜3体出た。次ちょうどタイタンなんだけど、飛んでるんですけど。大地の怒り。あ、効くは効くか。線当たるね。そしてお次、タイタンまでオーディン。これはね暫定点だから、まあ、効くか効かないかっていうところだよね。石になっちゃってるけど暫定点切った。さあそして次、リヴァイア、タイダルウェーブ。これめちゃくちゃ強え一気に強くなったな。で最後バハムード召喚しよう。バハムード1回しか使えない切り札だな。完全にメガフレア。弱点とかだったのかな。まあでも3000全体に当たれば。それではクリスタルタワー前まで行きましょう。古代の民の迷宮。アイテムだけね回収はしたんですけど、グレートデモン、まあ、せっかくだから召喚していきましょう。ここからやっぱり一気に使える回数が減るね。6から、まあタイタンで安定できますか。エアロガン召喚。げ、超めんどくさい。アイアンクロスだ。大地の怒り。消えよ。で、どっちだ？もう。あんまり覚えてない。宝箱は空いてる。アイアンクロス3体。
前斬りで、ハイパーで、エアルガは全員にしとこう。てかもう全体攻撃を連発して、いやもう死ぬ、攻撃強く倒していこう。いいねいいね。いや魔剣士マジでめちゃくちゃ使いやすくなった、まあ、空手家の蹴りとかもだいぶ使いやすさが出てるけど、ゲッキングベヒーモスだ。こいつはマジで強い、カタストで倒せないかな。一撃必中を狙う。495エアロガ斬鉄剣切り裂け無理だ。さすがキングベヒーモス。ちょっと待って、もう一回使っちゃったよ。やっぱこう切り裂けなかった時に、あ、これ切り裂けたんだ。あ、切り裂けねえか、何にも起きないからね。 FF5 とかになればね、グッグリル投げてくれるんだけど、本当に何もしてくれないタイタンにしよう。ケアルダ大地の怒り、そう今までの怒りだ。700クロック、こいつメッセを使ってくんだっけ、やばい。ナンバー2が死ぬ、ギリギリで死んだんだけど、回復量がでも半端ねえな。もうリバイア使おう。でレイズぺっちゃんこになってんな。魔剣士とりあえず蘇らせとこう。くそー、タイダルウェーブ。さキングベイモンさんってマジで強い、もうちょっと無理だよ。ピアルが一回全員じゃないよ、肩をつけてくれ。いや硬すぎる。ナンバー2が結構体力が減ってるからな、もう本当ボスクラスだよね。で確かに一発が、いやまたメテオ使ってきた。これ659は耐えきれないから、ナンバー2耐えきると。大地の怒り、まあ、ちょっと格が上になると大地の怒りじゃ火力が足りないからな。ようやく倒した、回復しよう。ちょっとこれケアルダを全員唱える。だったらなんか同士でいい気がするんだよな。どうしてね、魔人で魔界年始もうちょっとと使える回数が多ければ、特にもうバハムートが1回しか使えないっていうのがね、リヴァイアも3回だし。カタスト切り裂け、ダメだマジで。オーディン使いどころがない。これ1体でも切れないやつがいるともう切れないからね、カタストは。でなんかここら辺まで来たよね。どっちだ、こっちか。進む方向はボーンドラゴン、貴様は切れるはずだ。いや知らないけど適当。切り裂け無理だ、もうここら辺の敵になると切れん。これ一回切れなかったらもう切れないかな、その確率とかじゃなくて。使うかな、あと何回、あと2回しか使えない。ケアルダで奥の方の宝箱はちょっと取ってないんで回収をしよう。アイアンクロー3体全切りからのハイパー、ちょっと無難に行こう。やっぱりナイトにしとく意味もなんかなさそうだよね。空手家にして蹴り打った方が効率的には良さそう。フェニックスの上に宝箱、守りの指輪、グレートデーモン、ゴリア、大地の怒り、ちょっと浮いてるっぽいけどそういう要素はないのか。エアロガ、エアロガもねかなり火力が出るのが助かる。白魔導士とか毎回白魔導士って言っちゃうけど、導士
グレートデーモン。だから残鉄剣がもうちょっとね使い道があれば、魔界原始でもいいんだけど、いかんせんリヴァイアさんとバハムートの使える回数が少なすぎる。両端に宝箱、ホーリーランス、タナトス、大地の怒り、これがもう主力になっちゃうからね、通常時の戦いは。でこっちが地獄の爪で、クリスタルタワー前に出てきましたので、ちょっとコテージなかったっけ、ちょっと待って、コテージなくね、持ってきてない、そんなんあるマジで、いやマジでない、回復できねえじゃん。いやーマジか、ちょっと一回帰ってコテージ買ってくるか。でエリクサーで回復するのはさすがにねアホらしいし、まあエウレカ行けばいいんだけど、いいんだけど、ちょっと待ってとりあえず次回はエウレカに行きたいと思います。ちょっとコテージ問題が発生したんで、今回はここで終了して、次回ちょっと回収というか、コテージあったよねこのゲーム、そもそも。まあいいや、とりあえず今回ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。